今日は、えー、シネリーブルり、梅田で、あの映画を見ます。で、ここのね、日映画も、今、これ三階がね、チケット売り場なんです。三階は。はい。三階がチケット売り場で、あのー。四階もね、あの映画を見るところがあります。はい。シネリーグと、梅田で、映画を見ます。はい。あの、今日見る映画は。えー にいれ背中すごいですね、この人、これね、僕、注目をずっと見たかったんですが、ボクシングの題材にしている映画だったんで、キックボクシングなんですけど、ね題材にしているということですごく見たかった映画なんです、で、これが「ね、暁にいのれ」こにって、映画館のちょうど見るところに。 貼っててまましした、た置いてましたパネルねで地獄と呼ばれた刑務所を命体で生き抜け、えー、魂を、えー、揺さぶるあの真実の物語だそうですでパネルのやつはねこんな感じのやつなんですけども、うん、あのパンフレットはこんな感じですパンフレット、はい、パンフレットはあのちょっとパネルと違うかかの形になってます、はいであの えー、ミロ映画のね。スクリーンはね。この2番です。2番スクリーンはい、2番スクリーンで見ます。はい、えー、これがですね。あの2番スクリーンの席順になってます。スクリーンです。はい、スクリーンあのシネディオルル梅田さんのあの座席、あの2番スクリーンの座席。それでは映画を楽しんでいきたいと思います。 はい。暁に祈れ、見てきました。ちょっとね、あの、日本語、日本のね、あの、えー、っと、まあ、これ、配給会社がね、あの、配給券、あの、取った時にですね、これ、配給券取った時に、あの、まあ、簡単に言ったらら、まあ、あの、タイトル、あの、日本のね、タイトルつけれるわけなんですよ。んで、多分ね、これ上に書いてる、あプレイヤー、えビフォア、 えー、ダウンと、これね。これ多分ね、これが現代だと思うんですよ。はい。で、暁に祈れということでね。あのー、配給会社がね、あのー、ちょっと、あのー、自分のところで勝手に名前つかれるんでね。で、これ R15 指定となってましてね。あのー、まあ、R15 指定で一体何なってあのー、なってる人も結構いてると思うんですけどね。まあ、あのー、まあ、映画とか、あの、映画詳しい人とか、 あの、映画マニアとか、超、映画超大好きな人だったら、もう R15 プラスなんかもうすぐわかるんですけど、R15 プラス、これ R15 指定なんですけど、R15 指定というのはですね、あのー、ま、あ15歳、ま、以上の方がね、あのー、ま、あ見れると。で、あと、青年月日確認できるものを、ま、係員に、ま、見せるわけなんですよ。これがま、あ R15 指定。で、あのー、この上に R18 指定っていうやつがあるんです。で、 それは何かって言ったら、18歳以上の人が見えて、あの、まあ、見れる、あの、あの見れる映画でね、あの、生年月日、 とか確認できるものを、まあ、かかに見せると、うん。まあ、まあ強制ではないんですけど、まあ、あの、まあそういうふうに、あの、従ってくださいよと。で、まあ、この下にね、あの、さらに PG12 指定っていうのがあるんですけどね、これは一体何なって言ったらね、あのー、まあ、12、あの、12歳未満のね、方は、まあ、保護者のね、助言とか、まあ、指導ね、あのそう、そういうの必要です、必要ですよということでね、あの、PG12、 これね、あの、PG12 の、あのー、こあの、という意味なんです。まあ、よく映画館の中へ入るとタイトルにね、R15 とかプラスとかね、R18 プラスとか、あの、書いてんのね、あの、よく、あの、書いてんの、まあ、多分、あの、映画、 あの、あんまり見えない方でも、あれこれなんだろうということでね、知らない方は多いと思うんでね、ちょっとここでちょっと今、あの、紹介しました。はい。で、この赤月に祈れ礼というのはですね、まあ、ああのー、117分のね、あのー、ま、あ2時間近い結構な長い映画なんです。はい。で、あのー、 えー、あのシネリーブルであの今回見たわけなんですけどまああのー、まあ言うたら小劇場ですまああのー、まあイオンシネマとかねあと、まあ、東宝さんとかね東宝シネマとかねそういうところにも限ってあのー。に あー、とこに比べたららら、あの、小さい、あの、劇場です。けど、ま、あの、結構ね、内容のね、恋の映画、映画からら、あと B 級映画もね、あの、B 級映画とかね、もう、あの、扱ってる、あの、映画館ですね。はい。で、あの、シネリーブルは、ま、テアトル、あの、あの、テアトル関係もね、あの、テアトルグループも、あの、そうなってます。小劇場っていうのはね。で、あの、 まあ、あの、さっきも言ったんですけど、まあ、この赤に異能例というのは、これ、配給会社がね、あの、決めてるわけなんですよ。あのー、まあ、勝手に決めれるんですよ。簡単に言ったらあら。で、まあ、あのー、前の、あのー、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、僕、まあ、元ね、あのー、もう今は休館になってるんですけど、元、あの、月間労働省のね、あのー、僕は、その、あの、 え、コラムニストだったんですけどね。んで、僕も、まあ、あの、執筆、いろいろ、ま、させてもらってて、いろんな映画館ね、映画館じゃなくて映画の方ね、させてもらってて。で、まあ、ちょっとね、あの、ここからちょっとマニアックなね、ちょっと話ちょっとしたいと思います。あのー、まあ、映画マニアの方とか、あと映画超大好きな方だったらら、あの、ま、知ってるかと思います。ちょっと知らない方にはちょっと申し訳ないんですけども、あの、ちょっとマニアックな話、あの、します。で、あのー、 今回で、題名がね、赤けに祈れと、いうことで、これはまあ、さっきも言ったように、配給会社が決めれるんです。はい。で、あのー、まあ、あのー、まあ、日本の、まあ、有名なね、あの、日本、まあ、あのー、昔の、まあ、映画なんですけど、まあ、風と共に去りぬという映画、皆さんご存知でしょうかオードリー・ヘップバーン出た、出てたね。まあ、ちょっと白黒の時代になるんですけども。で、あのー、 あの、本当のタイトルはね、本当のタイトルは、海外での本当のタイトルですよ。本当のタイトルは、あの、Gone with the w i n d なんです。はい。で、ちょっと知らない方も結構いてると思うんです。で、あのー、風と共に去りぬっていうのは、日本の、日本での、日本だけのね、 あの、言ったらら、まあ、映画名なんです。で、ちょっと皆さん、ちょっとその辺でね、勘違いされてる方も、ちょっと結構多いと思うんです。で、まあ、あとね、あの、名作中の名作、あの、ティム・ロス主演のね、あの、多分ね、誰もが多分見たことあると思います。映画マニアの方とか、映画超大好きな方ね。あの、シャーシャンクの空に、あの、ご存知ですかね。で、あの、まあ、 あの、シャーシャンクの空にはね、あのー、実はね、実は、まあ、海外では、海外ではですよ、海外では、あのー、まあ、あの、名前がね、ちょっと、あのー、違うんです。 あの、実際のね、実際の海外での名前ですよ。実際の海外の名前では、ザシュ、あの、ザシオーシャンク、あのリ、リデンプションって言ってね、あの、ちょっと言いにくいんですけども、あの、そういうふうな名前になってるんです。で、それは何なって言ったらね、あの、まあ、あの、まあ、 えー、いや、訳したら、英語に訳したら、まあしょ、あの食材っていう意味なんですよ。で、まあ、ちょっと、まあ、あの、ショーシャンクのね、あの、ショーシャンクっいう人のね、あの、しゃあのー、まあ、あの、シャーシャンク、シャーシャンク、 っていう人を、その、海外では、ショーシャンクっていう、なんて言うたらいいんですかね。まあ、発音がね、ちょっと、その辺の問題でね、あのー、違うんです。で、ちょっと、皆さん、あのーえー、シャーシャンクの空にっていう映画、僕も、まあ、15回ぐらい見てるんで、まあ、あの知ってるんですけど、まあ、皆さんも見たことあると思うんですけどね。あのー、実際の名前は違います。実際の名前は、あのー、 ザ・ショー・シャンク・あのデンプションって言ってね。あの、そういう名前になってます。海外での本当の名前です。あの、僕が今言ったようにね。んで、さらにですね、あの、さらにまあ、あの、ずっとね、あの、えー、うんそうですね。まあ、ちょっとアニメの方で言いましょうかね。アニメの方で。アニメの方で言うんだったら,ら、まあ、日本ではね、あの、 アナと雪の女王をね、大ヒットあのし、した、日本ではね、アナと雪の女王をね、あの、大ヒットしたんです。あの、み、皆さん記憶に新しいでしょう。大ヒットしました、はっきり言って。で、えー、けどね、あの、海外での本当の正式名称はね、あの、なんとね、フローズンなんです。はい。あのー、た、た、たたの、たったのね、1、2、3、4、5文字ですね。5文たったの5文字。フローズンなんです、これ。 はい。で、日本のね、配給会社が勝手にね、名前つけていいわけですよ。か、あの、買った時点で、配給権を買った時点でね。はい。そういう権利が発生するんです。で、ちょっと皆さん、ちょっと一つ勉強にね、あの、覚えといてほしいんです。あの、えー、海外の、そのままの名前だったらね、あの、ハキルで売れない映画もたくさんあります。で、あの、日本のね、 あのー、日本人が受けるようにね、あの、なんとか名前をあの考えるわけです。配給会社が。ほんで、あのー、名前を出してきたのが、その名前になるわけです。で、あのー、 あと、まあ、ええー、そうですね。ええー、まあ、うん。まあ、シルベスター・スタローンのね、まあ、ちょっと、うんちょっと、あの、若い方だったら,ら、ちょっと知らないと思うんですけど、まあ、あのー、ランボーという映画あるんです。ランボーね。シルベスター・スタローンね。あの、ロッキーでお馴染みのね。はい。で、元はね、あの、ランボーという名前ではないんです。 はい。元は、あのー、乱暴ではなくてね、あの、ファーストブラッドって言うてね、いう名前なんです。これが海外での正式名称です。ファーストブラッド。はい。これ、まあちょっとね、知らない方多いと思うんです。あのー、海外でも乱暴と思いきやね、使う、海外では乱暴では通用しません。で、でも、あのー、もうでも通用するんです。それはなんでか言って言うたらね、あのー、日本、あのー、海外では,は、海外ではね、乱暴は実際はね、ヒットしてません。 あの、海外ではね。けど、あの、日本では大ヒットした映画なんです。で、あの、海外のバイヤーたちがね、あのー、乱暴という名前にしようということでね、あのー、 えっと、まあ、ヨーロッパも含め、あの、アメリカも含めね、あの、ランボーという名前を付けたわけ,わけなんです。あの、これはランボー2から始まるんですけどね、名前付け出したのは。で、まあ、世界的に大ヒットしていくことになるんですけどね。 はい、でまあそういう珍しい例もあります海外が海外の方があのバイヤーの人たちとかあの配給元がねあの日本の配給会社の名前をこっそり頂い,いたみたいなねそういうちょっとまあ,あの裏話ねはいそれもちょっとあ,あのまあ頭にねちょっと入れといてくださいでまああの最近ではねで あの、もっとね、あの、もっと身近に、もっと最近のやつないんかって言ったらね、あの、えっとね、あの、オデッセイって言うてね、あの、火星のね、物語。はい。皆さん記憶に新しいと、方、あの、多いと思うんですけどね。あの、な、あの、火星で何日間も何時間もね、あの、過ごす物語です。はい。で、あの、その、あの、物語はね、あの、海外での本当のタイトル名ですよ。本当のタイトル、タイトル名はマーティアンです。はい。で、 あのー、えー、海外の方に、あの、オデッセイ見たんだよって、例えば言うとするでしょあの、英語でね。だから、それ何って言われます。絶対言われます。なんでか言うたらね、違うんです、タイトルが。はい。で、海外での USA のね、あの、アメリカとかね、あと、ヨーロッパでの正式名称ね。あのー、まあ、多分アメリカだけやってると思うんですけどね。も、ともとハリウッド映画なんで、この、あの、オデッセイはね。で、あのー、 あの、アメリカでの正式名称は、えー、マーティアンです。はい。それちょっとね、あの、頭に、頭の片隅に入れといてください。あの、海外のね、あの、お友達、あの、おられる方々ね、あの、いてましたらね、あの、あの、オデッセイで、あの,ももの、物語してますかと言うてね、 え、え、それ何って言われます。でも、あの、マーティアンっていう、あの、映画してますかって言ったら、ああ、マーティアン、あれね、あの、火星の物語ね、って言うてきます。はい。だから,ら、ちょっとね、あの、その辺で、ちょっとね、あの、頭の片隅にこれ入れておいてください。で、あと、まあ、今、シリーズでずっと続いてる映画あるんですけどね、あの、日本ではね、あの、ワイルドスピード。 あの、有名ですよね。ワイルドスピードって言うたらね、もう誰もがね、知ってる車をね、車をね、車を盗んで、車、あの、競って、あの、バン,バンバンそういう風にするやつやけどね。はい。ワイルドスピードシリーズね。あのー、皆さん知ってる方は多いと思うんですけどね。あのー、海外では、あの、ちょっと言いにくいんですけどね。あの、The First and the Furious と言います。はい。ちょっとね、あの、皆さん、ちょっと、まあ、あのー、 えーまあま、結構ね、あのー、読みにくいんです、はっきり言うて。で、日本ではね、絶対このタイトル先に、あのー、あの、The First and the Furious だとね、絶対ヒットしません。はい。で、日本の配給会社が考え出す、考え出したのがワイルドスピードです。で、日本で、あのー、ずっとね、来れば来るほどね、ヒットし続けてます。あの映画はね、来たらね、だいたい、あのー、 まあ悪くてもね、15億、15億円以上ね、稼ぎ出す映画なんでね、あの日本ではもうヒットですね、はい。大体いいまあ10億円以上になってきたらヒットになってくるんでね、はい。あのー、ワイルドスピードで付けた正解だと思います。はい。で、まあ、あの、そんな感じですかね。ちょっと豆知識としてね、あのー、まあ皆さんちょっと覚えといてくれたら、今後の参考になるかと思います。で、 あの、赤月にこれ祈れね。祈れっていう。まあね、まあ、ヒットね、難しいんですよ。この映画はね、ヒットするかどうかって言えばね。はい、ちょっと難しいんですけどね。あのー、難しい。まあ、好きな人は好きな映画なんです。ほんで、僕ね、これ、この映画ね、あのー、ものすごく大好きですね。でね、ちょっと今、今からちょっと評論していきますね。で、えー、っとね、 はい、じゃあ、これね、すみません。あの、これね、ビリー・ムーアーって言うてね、実際にね、これ、こ,この人、ビリー・ムーアーっていうや役者名ですけど、まあや、あのや、役者は違うんです。あ、けど、けど、あのー、うん。ちょっと登場人物ね、ちょっと言うていきましょうか。登場人物ね、はい、これね。 はい、じゃあ、これね。はい、主演ね。はい。これ、ビリー・ムーアー役です。はい。ビリー・ムーアーを、あの、ビリー・ムーアー役ね。役、あの、役した、あの、ジョー・コールという人です。はい。で、あの、ビリー・ムーアーって言うてね、あの、まあ、僕も実際知らなかったです。でも、 ええー、まあ、これが実話としたららすごいですね。ほんで、ほんで、実話って書いてたんです。はい。あの、真実の物語って書いてました。最初にね。はい。で、もう見終わった後にね、すごく感動しましたね。感動というか、魂。もう魂がね、揺さぶられましたね。すごかったですね。はい。で、はい、これ登場人物言うてきます。はい。でね、 えーっとね、これね、タイのね、あの、所長役の人です。はい。あの、プリ、あの、プリーチャー所長という人ね。で、次ね、あの、この人がね、あのー、えー、まあ、あの、レディーボーイなんです。レディーボーイの、ま、ああの、ま、あのー、まあ、あのフェイムフェ、フェイムという名前でね、出てくるんですけどね。はい。で、 あのー、まあ、あちょっと登場文人物だけさっき紹介していきます。あと、アラスジ言うていくんでね。で、あのー、これがね、えー、ソムラックカムシンって言うてね、で、これ伝説のね、あのー、まあ、あ あの、ボクシングのね、人なんです。あのー、まあ、あの、その後ね、あの、キックボクシングにね、ちょっと転校していくんですけど、ね、もうあの、ずっと前の話ですけどね。で、あの、ボクシングの、タイのね、ボクシング界でね、あの、ボクシングではね、アマチュア、ね、アマチュアでね、最高峰ね、ものすごい強かったんです、この人。この人、あの、本当にいた、いた人なんです。あの、ソムラック・カムシンって言うてね、あのー、 2000年、ね、何年やったかな ?2000、2002年か2003年のね、キングスカップというでね、アマチュアの大会なんです。これアマチュアでも国際大会に入ってます。で、あの、内山、あの、あの、元ね、あの、元というかあの、えっ、ー、と、渡辺ボクシングジムのね、あのー、 えーっと、内山隆史選手がね、アマチュア選手だった時にね、あのー、この、ね、あの、2002年か2003年のね、た、確かそれぐらいなんですよ。あのー、キングスカップでね、戦ってるんです。はい。で、内山隆史選手のね、パンチが全く当たらないんです。もう、天才的なんです、この人。 はい。で、あの、結局、この人どうなるんだって言ったらね、あのー、まあ、アトランタ五輪のボクシング競技の、あの、タイ代表でね、あの、フェザー級でね、あのー、史上初のね、あの、タイで初めてのね、金メダル取ったんです。タイで初めて。で、ものすごく英雄になった人です。今でもタイの英雄です。はい。タイのね、英雄です。で、次ね、あの、この、えー えー、ハシムむ、あの、イアンパイあの、これ、あまあ、あの、この人、囚人、リーダー、リーダー、リーダー役で出てくるんです。これ、あの、入れあの、顔にね、入れ墨してる人全部ね。これ、嘘じゃないんです。全部入れ墨、本物にしてるんです。はい。本物の入れ墨です。これは、あの、顔のやつね。で、えー、次にですね、あの、あらすじね、ちょっと言うていきましょうかね。あらすじね、はい。 あらすじがね、これね、じゃーん、まあじゃーんというか、まあ、あれなんですけど、まあ、あの、あらすじ言うてきます。このビリー・ムーアという人がね、まあ薬物でね、あの、もともとそ、その、あの、イギリスあの,の方だったんですけどね、あの、あの修行というかね、あの、なんか、あの、 うん、まあ、あのー、もっともっと、あのー、世界に表舞台に出たいということで、タイに渡ってくるんですよ。キックボクシングの、やつでね。で、 キックボクシングの、で、せっかく有名に、ね、なろうとしてた矢先にね、ドラッグに溺れてしまうんですよ。酒とかね、あと、あの、麻薬とかね、コカインとかにちょっと溺れてしまうんです。で、ちょっと、もうそれでどうしようもなくなってしまってね、あの、まあ、言うたらら、あの、タイの警察に捕まってしまうんです。はい。で、タイの警察に捕まって、あの、 刑務所にね、入るんです。刑務所にね。はい。刑務所に入ります。刑務所。刑務所どんなところなーって言ったらね、刑務所はね、これ刑務所のやつがあるんですけど、ここにね、刑務所、ここね。はい。じゃあ、ここね。これ、じゃあ、これ刑務所。はい。ここにね、刑務所に入ってしまうんです。はい。で、刑務所に入ってしまってね、 あのー、タイのね、あの刑務所ね、なんとね、今回の撮影すごいんです。この、こ、この、 どうすごい交渉頑張ったなと思うんですけど、あの、本物のね、タイの刑務所でね、あの、撮影、これ、あの、されたやつなんです。はい。で、まあ、それはいいんですけど、まあ、あらすじ年の続き、続きで、えー、まあ、タイの刑務所入って、このビリー・ムーアがですね、あの、まあ、そこでも、言うたららら、ドラッグにちょっと溺れてしまうんです。 でタイの刑務所内でも言うたら,ら,らあのこあの、麻薬とかできるんですよ、たバコとか添えたりあの、吸い放題です、ほんであの、結構ね、自由なんですよ、ほんで、でも、環境はものすごい雑魚寝です、みんなね、団子状態でね、はい、であのそこから,ら,らもうなんとかなあの、なんとかしないと、なんとかしないとということでね。 まあ、あのー、なんとかできないんですよ。もう麻薬に溺れてしまうとね、一旦ね。はい。で、あのー、囚人からね、あのーえー、囚人も言うたら買収されてるんです。みんなね、囚人もね、囚人も買収されてるわけです。はい。で、 こういう感じでね。じゃあ、はい、こういう感じでね。はい。囚人,囚人たちもね。あの、これ、まあ、あの、囚人じゃないんですよけど、あの、刑務官たちね。刑務官たち、みんな、あの、買収されてるわけなんです。はい、刑務官たち。はい。で、ばあの、この囚人たちに買収されてるんです。なんとね。はい。で、買収されてて、 あのー、もう、言いなりですわ。ほぼね、ほぼ言いなりです。ほんで、毎日のように殺人事件が起きます。刑務所内でね。これでも、ほ、ほ、あのー、本当の、あの、話、なん、なんだそうです。あのー、実際に、あのー、刑務所でね、あのー、殺人事件というのは、しょっちゅうタイでは起きてるみたいです。はい。で、あのー、ビリー・ムーアーがね、これではいけないということでね、あのー、 なんとか、しョうということでね、あの、ボクシングをね、この刑務所内にボクシングがある、ボ,ボクシング場があるんですよ。はい。あの、キックボクシング場ね。んで、そこでね、あのー、復活をね、かけてね、頑張り始めるんです。ものすごく頑張ります。はい。ものすごく頑張って、頑張って、頑張ってね、頑張ってね、で、頑張って、頑張って、頑張って、うん。んで、まあ、仲間とのね、ちょっと、いがみ合いとかもあるんですよ。 はい。で、あと、あの、このね、フェイムね。はい、このレディーボーイのね、フェイムとね、レディーボーイね。レディーボーイって言ったらちょっと、あの、わからないという方多いと思うんですけど、ま、あの、ま、いわゆる、あの、ニューハーフです。あの、タイでは、タイではやっぱりレディーボーイとかニューハーフ、あの、有名みたいでね。あの、この、あの、レディーボーイの方と、ま、ビリー・ムーアが、あの、恋に落ちるわけなんです。 んで、恋に落ちたんやけども、もうちょっとね、あのー、うーん、まあちょっとそのなんか、仲違いというか喧嘩してしまってね、もう自暴自棄になってしまったんです。で、ちょっとビリー・ムアがちょっと拗ねてしまって、あのー、まあ独房に結構1ヶ月ぐらい入れられるんですけどねそう、そこでね。で、またこうやってね、頑張り始めるんです、そこからね。このビリー・ムア頑張り始めます、ものすごく。 ほんで、まあ、タイでは初のね、タイの刑務所では初の、あのー、外国人のね、あのー、国際大会に出るわけなんですよ。まあ、刑務所の中での大会ですよ。で、でも、外国人では初だったみたいです。で、そこでね、あのー、外国、外国人では初のね、勝利を挙げるんです。まあ、そ、そらそうです。あのー、まあ、初めて出場するんでね。で、 あの、最後にね。まあ、最後はちょっと言いたくないですね。ちょっと、あの、最後はどうなるかって言ったら、まあ、ちょっと言いたくないんです。まあ、それはちょっと言いません。はい。で、あのー、この映画についてはね、ちょっと、あのー、あの、オチはちょっと言、まあの、言わないでおきます。あのー、まあ、すごかったですね。このね、あの、無影体に関する、あの、対するね、もう、 あのー、もう間違いが一個もないんですよ。もう、僕もまあ,あの、僕はまあ、ボクシングものすごく詳しいんですけどね。まあ、ボク、ボクシング詳しいんです。すごく詳しいんやけども、キックボクシングはね、そんなに詳しくないんです。まあ、あのー、 うん。あの、キックボクシングって言ったら、まあ、今、有名どころって言ったら、ナスカ天心さんとかね、ね、ナスカ天心って言う人、あの、有名でしょ多分聞いてる人も一回は聞いたことあると思うんですけど、キックボクシングでは有名ですね。はい。で、 あのー、まあ、昔で言うんやったら藤武とかね、もうそんなんもおったんかな。まあそう、あと,あと武田幸造とかね、そういうキックボクサーもまあ有名な人いてたんですけどね。でまあ武尊も有名ですね、今の時代で言うたらね。はい。で、あのー、 まあ、あ,あ、昔の時代で言うんやったら、ラララ藤原さんも有名ですね。あの、ものすごい強いキックの神様いましたね。はい。で、まあ、そんなんいいんですけど。で、まあ、無栄大に対してのね、ものすごいね、これ、あの、感謝のね、あの、感謝というかね、ものすごい、あの、知識がね、あの、映し方がすごいです。んで、あの、監督はさ、監督はね、えー、っと、この人のね、監督はね、 あの監督というかさっきねこれいきましょうか。 あの、これね、タトゥーがね、タ今回の映画ね、この、ね、タトゥーがものすごい出てきます。タトゥーシーンとか、ほとんどその刑務所の方々ね、刑務所というか、あの、囚人の方々は、は、あの、ギャングの、タイのギャングの人とか、まあ、ほと、あの、他のまあ、罪で捕まった人もいてるんですけど、あのー、入れ墨入れてる人がものすごい多いです。まあ、ビリー・ムーはもう最終的には、あの、ここに入れるんです。虎のやつをね、入れるんです。 で、まあ見てて、まあ、リアルなんですよ。だって、そうなんです。なんでリアルかって言ったらね。なんでリアルかって言ったらね。全員ね、本物のタトゥーなんですよ。一部だけなんです。ほぼ一部だけ。あの、え、あの、絵で描いてるやつ。ほとんどがね、この人もそうだしね。この横の人もそうだしね。全部本物なんです。はい。それがね、いや、本物ってここにパ、あのパンフレットにも書いてるんでね。で、 あの、素晴らしいなと、ちょっと思ったんです。で、ここにね、あの、監督がね、はい、監督。ちょっと下から出しますか。はい、監督ね。監督、出ました。はい、ジャン、えー、ステファー,、えー、ジャン・ステファーヌ・ソバール。はい、という人みたいです。ちょっと、あの僕あんまり、ちょっと、この監督は知らないんですけど、まあ、あのー、素晴らしいですね。あなた素晴らしいの作りましたね。 はい。ものすごく素晴らしいのを作ってくれました。で、なんで、この映画のね、何が良かったかって言うたらね、まずね、あの、ファ、あの、ボクシングファイトが、ファイトがね、あの、キックボクシングとか、あとボクシングのね、練習とか、あと実際にスパーリングとかね、あとサンドバッグ叩たたいたりするところがね、もうすべてがリアルです。ものすごくね、あのー、まあ、 あの、殴り合ってるシーンね、あの、試合の戦ってるシーンね、あの、全部ね、リアルです。あの、え、本物の血が出てます。ちょっとね、区別がつかないんですよね。あの、あの、あの、撮り方がね、あの、え、普通の撮り方とね、あと、視点カメラって言うてね、あの、今、今、映画の中では流行なんですけどね、その視点カメラを使ったね、リアルファイトがすごいんですよ。 で、まあ、音響の入れ方もうまかったですね。音響ね。はい。音響とね、あとね、あのー、このね、映画117分あるんですけどね、117分、え、もう117分経ったのという感じのね、短さなんです。本当は2時間あるんですよ、2時間の映画が。あっという間なんですよ。ほんで、この、編集ね。これ、今回ね、この編集の人をね、 あの、監督もまあ素晴らしいんですけど、編集素晴らしいですね、この人。うーん、編集良かったですね。うまくまとめてましたね。はい。あの、う,うまくまとめるかまとめないかは、編集の力かかってきます。あの、だいぶかかってきます。んで、まあ今回の映画に関しては、編集の力、あのす、すごかったですね。んで、音楽も良かったです。このニコラス・ベッカーさん。はい。音楽も素晴らしかったです。で、 あの、多分ね、このプロデューサーがね、多分、キャスティングもしてるんだろうと思う,思うんですけど、リタ・ダゲルさん、素晴らしかったです。はい。で、あの、このボクシングのね、ボクシングの、このキックボクシングのファイトね、あー、もうどの試合のその映像シーンを見てもね、素晴らしかったです。もう、あのー、まあ、言うたらね、手抜き、この映画ね、手抜き一切してないです。 で、僕ね、あの、手抜きしてる映画に対してはねこと、ことごとくね、もう僕は疑問を投げつけます。なんでこういうとこで手抜きしてるんだとかね、あと、まあ、あのー、重要なシーンで手抜きしてたらもっと怒るんですけど、この映画に関しては、このね、この監督のね、 この監督のね、ま、まあ、最後こ、これ、ビ、これ、ビリー・ムーアなんですけどね、ビリー・ムーア、あの、ビリー・ムーアも出てきます。原作書いたね、ビリー・ムーアも出てきます。はい。で、まあ、原作書いたというか、この人の物語なんでね、ビリー・ムーアの物語なんで、はい。で、あの、この監督のね、撮影手法がね、もう素晴らしかったです。はい。もうそれにつきますね。あと、うん、まあ、無駄なね、 ぶっちゃけね、無駄な場面がないんですよ、この映画。はい。無駄な場面が全くないです。あのー、僕ね、よくイチャモンつけるところはね、無駄な場面作るなよーってよくね、あのー、イチャモンつけるんですけど、ないです。この映画に関しては無駄な場面が全くないです。で、あのー、えー、っとね、このね、はい。これのね、 あのー、ビリー・ムー、ビリー・ムーアとね、この、あの、フェイ、あの、フェイムのね、この、ニューハーフの方のね、あのー、まあ、ちょっとラブシーンもちょっとあるんですけど、別にね、あのー、話の流れでのラブシーンなんで、別に、あのー、まあ、これは、あのーうん、全然僕はオーケーだと思います。な、流れがね、あのー、 あまりにもラブシーンとかこ濃かったらね、なんなってなるんやけどね、流れが合ってるんですよ。流れがあってのラブシーンなんでね。この人のとのラブシーンなんで、あの、すごく流れがいいです。あの、テンポがいいです。映画のね。はい。で、あのー、ソムラックカムシン。はい。これ、重要な、あの、キーワード、キー、あの、キーワードキャラになってきます。こう、これも言うだらららら、あの、刑務官なんです。刑務官の中でも、あのー、 えー、タイのね、刑務所では、は <coughs>、すいません。タイの刑務所では、あのー、ボ,あのボクサーが優遇されるあの制度があるみたいで、で、ボクサーの人たちは、は、はあのー、結構言う、まあまあまあ、あの、普通に比べたら優遇されてました。はい。で、 あのー、まあ、この、あの、ビリー・ムーアが入って、入ってたところはね、タイ中央刑務所とか、あと、あのー、そういうとこでね、あの、タイの刑務所ね、あのー、もう、強烈な、言うたららら、刑務所みたいです。はい。で、みたいです、というかね、あのー、実際そうなんですよ。あのーここ、ここにもね、 はい、ここね、パンフレットに書いてるんですけどね、この人を取材したんです。丸山ゴンザレスさん。あの、クレイジージャーニーで、クレイジージャーニーでおなじみのね、 あの、この映画に衝撃、衝撃受けたと。丸山ゴンザレスさんね。多分、あの、これ実際言ってる方だと思うんですけどね。タイの刑務所ね。はい。あのー、この人も衝撃受けたよということね、いろいろ書いてます。はい。で、僕もまあこれ、まあ一通り全部読んだんですけど、本当にその通りだと思います。あのー、過酷中の過酷です。タイの刑務所というのは、ちょっとびっく、あのー、びっくりしました。英、え、語、ーえー、あのー、実際にね、あのー、あったことなんでね。で、 ここでのね、あの、はい、タイでの撮影、どう、どうやったらね、タイ、タイでの、これね、タイでの撮影を、ををどうやって可能にしたのですかって質問ね、監督インタビューしてるんですけども、あのー、えっとね、ここに書いてるんで、インドシナープロダクションズっていう会社がね、あのー、のおかげで、タイの、あの、本物の、 タイ,タイの本物ですよ、本物の刑務所で撮影全部可能になったみたいです。すごかったですね。はい。で、あのー、これね、はい、タイの囚人の人たちもね、囚人というかね、まあ一部ね、あのーまあ、ほとんどが、まあ、あの入れ墨、あの入れ墨というかタトゥー履いてる方の撮影にな,なったはい。そういうことも、あのー、ここにね、あの書いたりしてます。であのー まあ話の流れが良かったですね。で、あのー、このね、やっぱりね、この監督さんね、あのー、ちょっとね、僕、ちょっと注目していきたいですね、この人ね、あのーうん、手抜きが全くないですね。はいで、この映画はね、あのー、第70回のカンヌ映画祭に正式出品されたあのー、映画だそうです。はいで 手抜きがね、ないんですよね。ほんで、無駄なところがない。ほんで、テンポが良い。んで、あとね、ーん、感動する場面もある。僕ね、ものすごく泣いてます。はい、なやものすごくというか、泣いた場面がね、4か、4えー、3箇所ですね。3箇所ありました。はい。で、 あのー、まあ、感動する場面もあります。で、あの、ものすごくね、逃げたぎってくる、熱くなってくるシーンもあります。あの、ボクシングのね、あの、試合のシーンです。はい。それが、ものすごくね、<laughs> ビリムームは頑張れビリムームは頑張れって言ってね、応援したくなってきます。で、実際ね、僕ちょっと、 あの、ムー頑張れってね、ちょっと、あの、映画館の中でちょっと言ってしまいました。ちょっと、まあまあまあちょっと大きい声だったんですけど、あの、あのー、ちょっと周りの人、ちょっとびくっくしてました。みんなびっくりしてました。はい。ちょっと、それぐらいのね、映画なんですよ。ほんで、あの、ボクシング好きにはね、たまりません。はい。ボクシング好きにはね、このたま、映画はたまりません。はい。ほんで、 まあ、ああの、ボクシングね、別に、これね、はい。ドーン、ドーン、ボクシングです。これボクシングね、はい。ボクシング、これビリムーアで、ビリムーアです。はい。で、これね、こう書いてるでしょはい。これね、地獄と呼ばれた刑務所を無衛隊で生き抜け、魂を揺さぶる真実の物語、真実ですよはい。もうこれはねー、 ちょっとね、もう、うーん、ミスがない映画なんです、この映画は。はい、ミスがない。んで、僕しかもボクシング大好き人間。はい、ボクシング僕大好きです。ボクシングっていうかね、格闘技大好きなんでね。で、特にボクシング好きです。で、キックボクシングというよりね、あの、ボクシングのシーンがものすごく多いです。これはね。はい、ボクシングのシーンがね、多いんです。で、 ボクシングの試合がね、これね、ボクシングのね、はい、これ、最後のこれね、書いておでしょう。はい、これね、はい、ボクシングをね、はい。ビクラね、これボクシングのね、書いて、やつね、はい、これね、はい。で、うーん、まあ、無駄なところもないんですよね。この映画はね、本当にね、もう素晴らしいとしか言いようがないですね。はい。これね、暁に、 え、祈れ。まあ、あの、タイトルはね、ちょっと、タイトルはちょっと付けるの失敗したと思うんです。ちょっと、もっとね、あのー、うーん、もっと違うタイトルでもよかったんじゃないですかね。ちょっと配給会社さん、これどこなんでしょうかね。ちょっと配給会社さんは、配給会社、配給会社どこでしょう。配給会社変えてるんですけどね、普通。 あ,あ、書いてますね。配給会社、会社トランスフォーマーというとこですね、えー。配給会社トランスフォーマーですね。はい。配給会社トランスフォーマーさんね。あの、もっと、ちょっと、なんかヒット、ね、これ、あのね、内容はヒットします。あの、ものすごくヒットします。内容はね、僕的にいや、ヒットというかね、ヒットはどうですかね、難しいと。まあ、ボクシング好きな人だったら見に行くべきです。これはね。はい。で、 あのー、まあ、ちょっと名前がね、赤月にのりはね、ちょっと、ぶっちゃけ名前はダサいです。名前ダサいけど、あの映画は素晴らしいです。はい。で、もう非常に素晴らしいです、この映画は。で、僕ボクシング大好きです。はい。で、手抜きなし、えー、無駄なし、無駄な場面一切なし。で、あとね、テンポが良い。で、117分あるにもかかわらず、 えこれ、監督さんね。えもう117分経ったのかと思わせるような映画。はい。素晴らしいです。で、暁に祈れ。点数。これ、ボクシング大好きの人僕人間なんですけども、点数ね、あの、さっきも言ったように理由全部ひっくるめてね、点数100点です。これは100点です。この映画は100点です。はい。で、 素晴らしい映画です。あのー、まあ、ボクシングね、あの、ちょっと、ボクシングとか、キックボクシング、ちょっと苦手な方にとったらららら、でも、それでも、結構いい、いい映画だと思うんですけども、あの、格闘技されてる方とかね、あとボ、あのキックボクシングとか、その、ボクシングとかね、あと、 あの、他の格闘技含めて、まあ好きな人ね。あの、まあ特にキックボクシングやボクシング好きな人ね。にとったらね、もうたまらない映画です、これは。はい。<laughs> で、この映画は、あの、100点です。はい。もう、素晴らしかったです。もう、ぜひぜひおすすめします。あのー、 ちょっとね、大きい映画館ではね、ちょっとね、ひょっとしたら、これは受けない内容かもしれません。まあ、R15 プラスなんでね、15歳以上じゃないと見れない。ちょっと、かなり、ものすごいシーンも出てきます。たくさん。はい。出てくるんですけどね。あのー、内容と、ない、僕もさ、先ほど言ったように、に、内容、流れ。映画の流れね。で、テンポ。ほんで、リズム。ほんでね、 あと、リアルさ。ほんで、手、あの、手抜きは全くしてません。手抜き、全くしてません。この映画は。で、あとね、あの、うまくまとめてます。はい。うまくまとめてます。はい。で、えっと、このね、これを監督したね、まあ、これをさっき監督した、さっき監督した映画、監督した、はい。このね、はい。監督したね、 えー、ジャン、えー、ステファーヌ、えーソえー、ソバールさん。あの、この監督ちょっと注目していきます。ちょっとね、あの、僕に100点を出さ,出させたということでね、あの、ちょっと、あの、この人の作品ね、またちょっと過去の作品も含めて、また、あの、新しい作品出たらね、ちょっと見てみたいと思います。非常に素晴らしい映画です。あの、ぜひぜひ、これ皆さん見に行ってください。あのー、おすすめします。 暁に、い、れ。あの、100点です。おめでとうございます。はい。辛口のぼ、僕がね、100点出すのはね、よっぽどなんです。はい。あのー、ものすごい、あのー、名誉だと思ってください。あのー、この映画は100点です。以上です。